はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1415日目ですね。はい、現在2023年10月23日の、13時7分なんですけども、今回ですね、対決カーニバルあと1日と23時間丸2日ぐらい残ってるんですけども、一応ですね、まあ、累計全部ではないんですけども、このこれですね、はい、イベント限定 S1 契約書スピードボーラー、これ取りましたんでね、こちら開封したいなと思います。はい、まあ一応自然回復でずっとやってたんですけども、十分ね、あとまあ2日ありますんで、あともう1万2000円ぐらいですから、もう十分この S ランク限界突破構築覚醒限定ね、これ取れそうなんでね、まあ自然回復のみで終わりそうですね。はい、で、まあ今回オリックスはですね、覚醒スピードボーラー東投手ですね。はい、適正が先発、 S 球威73、制球73、スタメン70ということで、まあ称号によってはオール同値も狙いますね。はい、まあ、球威制球もともと同値なんでね、これは非常にいいかなと思います。スピリッツ的にもね、4300なんで、全然オーダーにも入りますんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、まあ、球種はね、球種は多いんですけども、オール D ですね。はい、球種がね、はい、まあ一応なんか次適正もありまして、まあ、ぜひね、欲しい選手なんで、まあS ランクでね、S ランク役所、今から開封する S ランク役所で、まあ、来なかったとしても、極めにはできますんでね、選択もらえますんでね、これもらえますんでね、まあ、そうですね、でも、そうですね、ぜひ来てほしいなと思ってます。いろいろ手間とかね、すべて省けますんでね、来てくれたらね、はい、そういう感じですね。はい、はい、それではね、契約書の方開封するんですけども、その S ランク契約書の覚醒のやつ以外に、このゴールド契約書5枚もいきたいなと思います。はい、まずはゴールド契約書5枚からいきます。1枚2枚3枚4枚、で5枚ですね。はい、まあそうですね、せめて A ランク1枚でもいいんでね、来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。 S ランク来い。ないかな。うん、何もない。うわ、何もない。寂しいな。はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。オール B でした、残念です。はい、はい、それではこれですね、はい、イベント限定 S ランク契約書スピードボーラー、まあ、欲しいのはね、この東選手、ぜひ来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。東選手来い。もう絶好調。さあどうでしょう、来てくれたらね、覚醒する手間だいぶ省けますんでね。さあどう、ないかな。東選手来い。うん、横山選手、ロッテですね。はい、横山選手ということで、残念ですね。はい、まあまあしゃあないですね。はい、まあ、またミキさんの方に使いたいなと思います。はい、残念。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。まああと2日ありますんでね、対決カーニバルね、まあ十分自然回復で最後まで終われそうなんでね、まあエナジー貯めて終わるかなと思ってます。はい、契約書の方ね、ちょっと残念でしたけどね、オール B、 ゴールド契約書もね、全部 B ランクだったんでね、非常に残念ですけどね、まあしゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロードオリックス女性編でした。